雰囲気だね。エントランス。はい。あ、5ユーロエントリー。あ、エントリー。そうそう。ちょっとダメだ。ダメ？あ、うん、ウーバーバフトングイン。あ、これ違うよ。聞いてみよう。こんにちは、セコンドルームのあずさです。今日はアンティーク&デザインマーケットというところに来ております。なんか思ってたよりすごい本当のアンティークっていう感じでちょっとドキドキしてます。では回ってみたいと思います。今回訪れたのはアンティーク&デザインマーケット。このマーケットは市外からも人が集まってくる人気のマーケットだそうです。ファッション、ジュエリー、アート、食器などなど本物のアンティーク&ヴィンテージ品を扱うディーラーさんが集まるマーケット。いつもとは少し違った雰囲気をお楽しみください。それではどうぞ。なんかでも首から下げるようになってるね。なんだろう、ライターケースかなって新聞取りさ。あー、聞いてみようよ。Westa ist für Streichhölzer. Hier hat mal der Zündholz angezündet und hier kommen die. Und das kommt aus Birmingham. Aus Birmingham. Von 1800. Wow, schön. Kakoi, schön. Der Beste. Silber. Ja, das ist aber schön.だけじゅー、初めて知った。いやでしょうね。いやかわいいね、かわいいよね、すごいよね、あれすごい、いい、あれすごいかっこよかった。だし知れば、うん、かわいいね。ね、これもかわいくない？あ、かわいい。え、それがかわいいです。とってもかわいい。かわいい。これどうやってつけるんだろう。シュッてそのまま？あ、これでもちょっと軽い。でもかわいい。そうかな。ここカチョンってなる。こっちを外してこう開くんでしょ。怖いから。あれがもうちょっと重たかったらよかったね。そうね。重たかったらちょっと軽かった。え、それかわいいよ。これでね。かわいい。かわいいね。かわいい。2個3個しか入らない。かわいい。すごい。それ何？シガレットケース？うん、ほら。なんか書いてあるし、なんて書いてある？わかんない。だけどシルバーです。わしだね。かわいい。シルバーレシだよ。あ、マルシ。ここすごい。あそこにちゃんと服もある。後で見よう。すごい存在感だね。ちょっと私それつけてみたい。だアンプロピエガ？おー、かわいい。これビアルトイステアプロゼヒツガヤーゼヒツガヤーガ、かわいい。これ形がすごいさ、うん、このね、曲線が綺麗だね、うん、かわいい。これこれいい、すごくいい、うん、これとかさ、ネックレスとさ、こうピアスってセットなんだよ、うん、かわいい、うん、かわいい、かわいい。なんかこれなんか時計みたいだね。本当だ、かわいい、すごいかわいい、素敵だね。ケースは完璧かも。ああ、いや。ここね、これで多分ここで。うん、だよね。止めてある。うん。本当にあれだよね、腕時計の留め金みたいな感じ。素敵。あ、これ、これがいいです。どれ？これ。どれ？これ。これ？これ。首に？うん。すごい素敵じゃない？モダン。
natürlich. Schlechtes Licht. Ja. Cool. Ja. Ist mit Pelmut sogar.素敵。ああ、そうなんだね。すごく可愛くない？このデコルテが開いた服とかにさ、シックにシュッと。うん、シュッと。かわいい。素敵。すごい。なんかこういうブローチもシックで素敵だね。安全ピンみたいな形になってる。かっこいい。 わあ、すごい。かわいい。カラフルでかわいいね、ここら辺。ほほ。うん、かわいい、かわいい。すごいかわいい、この辺。多分シルバー。あ、本当だね。このコロンってなってるのかわいいね。うん、かわいいね。このコロンってなってる。かわいい。 これロケットだよね。そうだよ。全く同じやつ。かわいい。あ、なくしたやつ。出てこらんかったやつ。かわいい。このロケットペンダントもかわいいな。これなんかベルトタイプになってるよね。ほう、本当だ。ベルトだね。ね、ベルトだ。本当だ。この中だったらこれかな。ここにあるぞ。ごついのが最近好きね。 あ、これ、しかも白いよ。白いけど。かわいいね。バイオリン。フルートもあるよ、ちいちゃん、そこ。 これがフルートだよ。すごいよ。これちょっと高くない？125ユーロ。え、そうなんだ。私はあの照明が可愛いなと思いましたが。ハロー。ハロー。やってって、触っていいって。なんでよ。そう。あ、バイコマイヤ。ピンってやってごらん。あ、すごい。ディアスロカル。あ、あは。すごい。可愛いね。 オンズインオンズラノマルアーバイトネームシゴミ。オッケー、アルタ。ダンケシュンフィルンダ。ダンケシュン。ダンケシュンね。とっても素敵な方でしたね。かわいい、この照明。ハロー。ハロー。可愛い。置くやつだね。 Dadurch fotografieren? Ja. Danke schön. ネクタイピンだ。これ記者が書いてある。へえ、かわいい時計ついてる。
シックだね。これシックじゃない。素敵。素敵素敵。グローブ。やっぱあの手首まで長いのが素敵だったな。これはでも形が綺麗そう。バーバリー。お、これなんだ。すごい。指銃がついてる。アルバモーラ。で、これセットアップだ、デニムの。すごい。これもすごい上品で素敵。来ましたよ、アメちゃんです。お、倒れましたよ。この辺じゃないかな。かわいい、いいじゃん。4個5個ぐらいは入りそうよ、ね。ちっちゃすぎるますよね、うん。これなんかポリッとして可愛いですよね。ちっちゃいですね。これ灰皿ですよ。あ、これ灰皿なんだ。へえ。いいよね。可愛い。素敵。これ何？開けてみてもらう。ね、まだ開けたけどこんな風な感じ。何入れるんだろう。でもこうすごい素敵だね、この装飾が。ゴツゴツゴツって。うん。素敵。これ捨てがたいんだけど。入らないよ、アメちゃん。アメちゃんね。灰皿ね。うん。あ、ネクタイピンある。かわいい。おー、オメガだ。ダンクシュー。こっちの方が人が多いぞ。こっちの方が確かに魅力的かな。エルメス、かわいい。え、これもオメガなんだ、こんなちっちゃいの。すごい。ちーちゃんにどう？オメガ高いねって言われる。オメガ高いね。オメガ。オメガ。かわいいね。かわいい、なんですかこれ。かわいい。いや、これはティファニーだけど、これは違う。これディオールだって。このメーカーちょっと聞いてみて、これ何のメーカー？あ、エシュディグン、バスステアマーケ、ディゼンブラセット。プリット感がかわいい、ね。すごい素敵です、ね。お尻かのようなフォルムで、うん、確かに。色気のあるフォルムで、空洞になってるんだ。ジンファノーディッシュね、スカンディナービア。ノーディッシュ。Yes, Stempel, aber da kann ich jetzt nicht sagen. 925 Euro selber, aber ist Nordisch. So schön. あの北の方のメーカーだって。でも名前がちょっと、だいアンプロビエが。なんかね、ここにメーカーが書いてあるんだけど読めないって言ってた。あら、かわいい、素敵。ビアートしたす。感じに似てます。うん。バシュー。セッシュー。
ね、かわいい。素敵ね。内側がもプリッとしてるかなと一瞬思ったけど。うん。でもそしたらすごい重たいだろうね。確かにね。だけど見る感じとつけた感じとまた一つ違いはあるかなっていう。Sumo Trainer aus Ah, Ukraine. Echt? Ah, okay. Also, kennen Sie die Hushu? Okay. Kawaii. Aber es ist sehr groß, oder? Wollen Sie in Düsseldorf? Nein, nein, wir wohnen hier in Köln. Ah, okay. Aber in Düsseldorf sind... Ja, japanische Stadt. Ja, genau. Ja, genau. Danke. Oh, okay. やってみたの？つけてみなくていい？ Do you have an umbrella? Yeah. Do you want to funktioniert? Wie alt du das? Was kostet? Funktioniert. Funktioniert jetzt noch? Funktioniert. Oh, okay. Alles funktioniert. Schön. Automatisch. Automatisch. Ah, 伸びるやつだ、流行りの。これしかつけない。お、これかっこいいね。よくない？いいよ。サイズ感もいい感じだよ。いい感じよ。ちょっと太いけどね。そうだね。今いっぱいついちゃってるからなんかすごいいっぱいついちゃってるからね。いっぱいついちゃってるからね。これ1個だったら可愛いと思うよ、単体で。可愛いかな。うん、アクセサリーっぽい感じになると。もうちょっと上につけたいんだけど。右手につけたらどう？ああ、素敵です。とっても素敵。年代は？Wie alt ist der Uhr? 1980. 80年代。80。これ、ドイツフィルマーね。良い、良いクオリティ。あ、ドイツ。うん、それドイツ製だって。ベサビザイク。ああ。セイコよりいいよって。イズヤシュね。イズヤシュ。スマガランダスね。ヤパニッシュジョニーデップ。ヤパニッシュジョニーデップだって。今今日綺麗に教えてもヤパニッシュ。やっぱ言われる。うん、ゼヤシュ。アイネシャイベ。ひとんどんミノート。ほ。え？すごい。シチュンでのメニューだ。ああ。え、でもちょっと待って、これ何？どういうこと？どういうこと？アイネシチュンでミニューテ。うん。あの時計の針じゃなくて普通にこれで再現してくれるんだよ。はあ。うん。お。あは。あ。これが今秒針なんだね。こうやってね。かわいい。お、お、なんか出てきた、出てきた、なんか出てきた、なんか出てきた。面白い。これが面白かった。うん。かわいい、それ。かわいいよね。うん、それかわいいよ。いや。あ、プロベマ？いや。反対がいいんじゃない？ほら、細さがいい。あ、いい、いい、いい、シックだよ。すごくいい。なんかフィットしてる、さっきより。こっちの方がいいと思う。シトゥンで？うん、ミヌーテ。ミヌーテね。いや。え、どうやってわかんない？え、なんで今9時何十分って。あ、電子 の、 あのアナログバージョンですよ。アフドイチ。No, アメリカン。あ、そう、アメリカン。ビアでした？ゼプチガヤガ。70年代のアメリカ製の時計。面白くない？面白い。それ面白いよ。ね、なかなか見ないよ。ね、ないよ、これ。へー。いいね。これいいよ。うん、サイズ感が良かったね、うん、サイズ感がこっちの方がね、うん、なんか馴染んでたよ、手に。馴染んでた、うん、こっちよりもこっちが馴染んでた、うん、そっちの方が良かった。ダンクシュー、ダンクシュー、シュー。
Wir wissen, was die Leute wollen. それ可愛いね。可愛いね。これも伸びるタイプでも。うん。これが可愛いじゃん。それも伸びるタイプ。まあ、じゃない。これ多分女性だけどさ、これ可愛い。これはね、でもね、シルバーでボテッとしたやつの方が可愛いと思う。ダンクシュー。ダンクシュー。めっちゃ可愛い。Wie alt ist die Knöpfe? 60er Jahre. 60er Jahre. 60er bis 80er. Mmm, schön. Bye bye. いかがでしたでしょうか？アンティーク&デザインマーケットでした。今回動画を撮らせてもらえるか少し不安だったのですが、お店の方皆さんとても親切で心よく撮影を許可していただきました。お洋服は少なかったのですが、ジュエリーや雑貨など本物のアンティーク&ヴィンテージ品が揃うとっても素敵なマーケットでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。